水たまりボンドくんの都市伝説系の例の組織についての動画なんだけど、確かにかなり危険ね。あんまり踏み込むと再生数を落とされるわね。あまり突っ込むと消される。際どい真実をつくと嫌がらせの上に再生数が落ちるわ。これは第二次世界大戦敗北から顕著になっているわね。日本でも日本の神話全否定の例のあの組織。アメリカでもなくヨーロッパでもないけど、その陰で暗躍する組織。訂正、暗躍ではなく堂々と活動しているわね。この組織は一応キリスト教団体に属するけど、実際には博愛主義のキリスト教ではなく、キリスト教だけどお金儲けと支配欲 90% のやや偽キリスト教なのよね。日本の太陽神であるアマテラス王御神様は実は紀元前の中国でも知られていた日本の人物なんだけど、今は GHQ の圧力で卑弥呼とか時代的にありえない人物に関連付けられて教えられているわね。聖徳太子も随所は国伝を見れば一致しているのは間違いないのに、わざと誤訳してそれを本流と教え込んでいるわよね。例の組織が最終的には騎馬民族、朝鮮人、が天皇家の根源で日本の古代史を大幅に書き換えるつもりが、それが頓挫したので起こっているのよね。実際には日本人はスサノオらが朝鮮半島に流されて、日本書紀三章、地元民と共に中国の華文明を築いて、その子孫が今の弥生人と共に殷、大正、を築いた。そして殷が滅ぶと縄文人と弥生人は朝鮮半島に流れた。これが真実でしょ。その後に今の中国人、周の人々、が肝心として中国大陸を制覇した。だからね、実際には例の組織が日本人の祖先とは考えられないのよね。まあ、遺伝子的に見れば DK と EK には近いものがあるのは事実なんだけどね。日本の歴史を描いた古事記と日本書紀は実は中国の歴史書と重複している部分があり、その歴史も実はかなり古く、華文明と殷文明の構築には日本人も深く関わっていたのよね。殷時代の朝鮮半島も縄文人と弥生人が住んでいて、特に朝鮮半島初めての国家である岸朝鮮の建国には、弥生人である殷、大正、人が深く関わっているのよね。ネアンデルタール人についてはすごく頭が良かったんだけど、傲慢がゆえにそれこそ何度か大文明が滅んでは、再生して、原人類に DNA を託して死んでいった。それが事実だと思うわよ。